俺の名前は朱元璋。ホームレスから大帝国のトップに上り詰め、誰も信用できん。全員処刑しろ。はっ。人類の歴史上ナンバー1の成り上がり皇帝と言われている。俺は14世紀の中国で貧しい農民の子として生まれる。お腹すいたよ。こら、それは帯だよ。当時の中国はモンゴル人の元王朝に支配されていた。農民は地主から全てを絞り取られ、希望のない毎日を送る。父さん、母さん、兄ちゃん、会いたい。またみんなに会いたいよ。俺の家族も貧困に苦しみ、飢饉と疫病で次々とこの世を去った。天涯孤独となった俺は寺に身を寄せて何度か食いつなぐが、ここにはもう雑草すら生えない。自分の食い縁は自分で探せ。これも修行じゃ。手よく厄介払いされ、修行の旅に出る。俺は宅発をしながら各地を巡った。しかしみんな自分の食事にも困ってるのに、坊さんに恵む余裕なんかないよな。寒い。修行僧とは名ばかり、その実態はホームレスだ。そんなある日、ついに民衆の忍耐が限界を迎え、こんな世の中やってられるか。俺たちの手で変えてやろうぜ。黄巾の乱と呼ばれる大規模な農民反乱が発生。世の中が大混乱に陥る中、とうとう食い詰めた俺は、もう行くあてがない。道端で行き倒れるより寺で最後を迎えよう。命からがらかつて世話になった寺へ舞い戻る。しかし寺は暴徒と化した反乱軍の襲撃に遭い焼け落ちていた。なんだ、小気だね、坊主だな。声をかけてきたのは一味のリーダー格だ。相手の機嫌を損ねれば命がない。だが寺を襲ってどうなる。お前らは何のために挙兵したんだ。全身にこみ上げてきたのは恐怖ではなく怒りだ。俺の脳裏には、民衆が苦しむだけの世の中を変えたくて立ち上がったんじゃないのか。亡くなった家族の懐かしい顔が次々と浮かんでくる。てめえ、八つ裂きにされてえな。いや待て、お前見どころがあるな。それにいい面構えをしている。どうだ、俺たちの仲間にならないか。仲間。こうして俺は反乱軍に身を投じ、俺たちはいつの間にか大事なものを見失っていたようだ。今の反乱軍にはお前みたいな男が必要だ。面白いじゃないか、その話。乗った。ろくでもない世の中を作り変えるための戦い明け暮れる。俺は各地の農民を取り込んで勢力を拡大。俺も貧しい農民の家に育った。君たちの気持ちはよくわかる。一緒に世の中を変えよう。当時反乱軍の多くは目の前の食料欲しさにただ暴れ回るだけだった。でも俺は違う。我々の敵はこの国の支配層だ。決して村のみんなに危害を加えるな。略奪を強く禁止して民衆の信頼を獲得してゆく。やがて俺を取り立ててくれたリーダー格の師匠が病死。あとは託した、この国を頼む。みんなが幸せに暮らせる国を必ず作ってみせる。俺はその地盤を引き継ぎ、江南一帯を拠点に活動する。この時すでに天下は乱れに乱れ、各地で群雄が割拠。次の時代の覇者は俺だ。全軍かかれ。そんな中で俺はライバルたちを次々に滅ぼし、覇権を確立する。そしてついに40歳で民を建国、初代皇帝に即位する。食うものもなく社会の底辺をさまよっていた俺が、とうとう帝国の頂点に立った。その後は前王朝の残党を追い払い、中華統一を果たす。だが絶大な権力を握った後も心が満たされることはない。あいつは俺の座を狙ってるんじゃないか。一族全員皆殺しにしろ。全員ですか。猜疑心が日に日に大きくなる。唯一の心の拠り所は息子だ。お前には寂しい思いをさせないからな。ありがとうございます、父上。俺は幼くして失った家族の温かみを息子に求めていたのかもしれない。だが息子を大切に思えば思うほど、あの子が帝位を継いだ時口うるさく言いそうな重臣は全員排除しておこう。邪魔者を完全に取り除かないと気が済まなくなる。気がつくと俺は呼吸をするように殺戮を続け、陛下、何故私が建国の苦楽を共にした戦友だと思っていたのに。念のためだ。悪いな。人の命など何とも思わなくなっていた。危険分子の名簿を作成しました。ご確認を。いちいち見るのも面倒だ。全員まとめてあの世に送れ。ああ、それからお前もな。私も。しかし息子との家族の絆を大切にするほど、息子よ、口うるさい奴はみんないなくなったぞ。これでお前の知性も安泰だ。父上はどうかしている。なぜか息子の心は離れてゆく。なぜだ。こんなに愛情を注いでいるのに。それから間もなく、ああ、お前も先に行ってしまうのか。息子は若くして急死。俺はまたしても家族のぬくもりを失う。息子の死後、俺は孫に期待を託す。この帝国はお前のものだ。お前が悪い大人に騙されないように邪魔者をもっともっと片付けておかないとな。どうやら殺戮の手を緩める暇はないようだ。